ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？今日は Windows 11と Linux Mint and Ubuntu でトリプルブートにしているパソコンに Linux Ubuntu 24.10 をインストールして4ブートにしようかと思っています。それは面白そうですね。早くやりましょう。それでは早速始めていきたいと思います。ブラウザを起動して Ubuntu で検索をします。 Ubuntu のオフィシャルページがありました。これをクリックして開きます。ページが開きました。 Get Ubuntu をクリックします。今回は LTS ではなく新しい 24.10 の方をダウンロードすることにします。右側の 24.10 の下のデスクトップ64ビットをクリックします。ダウンロードが始まったようです。時間がかかるのでダウンロードが終わるまでの途中はカットさせていただきます。ダウンロードが終わりました。ブラウザを閉じます。次は起動用 USB を作成するためのソフト Lufus をダウンロードします。 Lufus で検索をして Lufus のページを開きます。ページが開いたらダウンロードのところまでスクロールしていきます。最新リリースの枠内一番上の Lufus 4.6 EXE をクリックします。ポップアップした広告は閉じます。ダウンロードが始まりました。ファイルが小さいのでダウンロードはすぐに終わります。ブラウザを閉じます。エクスプローラーを起動してダウンロードフォルダを開き、ダウンロードした Lufus のファイルをダブルクリックして起動します。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますが、はいをクリックします。エクスプローラーは閉じておきます。 USB は 16GB のものを挿してあります。ブートの種類の選択をクリックするとダウンロードフォルダが開きますので、ダウンロードした Ubuntu 24.10 のファイルを選択し開くをクリックします。パーティション構成は MBR になっていますが GPT に変えておきます。あとはこのままでいいでしょう。スタートをクリックします。ISO イメージモードで書き込むでこのまま OK をクリックします。 USB のデータは消去されるという警告です。それでいいので OK をクリックします。書き込み処理が始まりました。しばらくかかるので途中はカットさせていただきます。処理が終わりました。閉じるをクリックします。さあそれではインストールを始めていきましょうか。パソコンを再起動します。起動時に F12 キーを連打します。 USB メモリは挿してあります。起動デバイスの選択画面になりました。8行目の UEFI-V を選択しエンターキーを押します。インストールをするのでトライはインストール Ubuntu を選択してエンターキーを押します。言語の選択です。セレクトユアランゲッジの枠をクリックして
ドロップダウンリストの中から日本語を探します。たくさんありますね。もっと下ですね。あ、ありました。日本語をクリックします。言語を日本語に変更しているようです。少し待ちます。言語が日本語に変わりました。ネットにもつながっていますね。インストール Ubuntu をクリックします。 Ubuntu のインストーラーが起動しました。インストールが始まります。次へをクリックします。住んでいる国と地域の設定です。アジアと東京が選択されているので、このまま次へをクリックします。キーボードの設定です。ジャパニーズとデフォルトが選択されているので、このまま次へをクリックします。インストールモードの設定です。4ブートにするつもりなので、最初のインストールのままで次へをクリックします。4ブートにするつもりなので、共存してインストールを選択し、 SAD6 をクリックして、変更後のサイズを確認し、次へをクリックします。名前を入力します。下の2箇所は名前を入力すると自動で入力されます。次にパスワードを入力します。確認用にもう一度同じパスワードを入力します。パスワードを尋ねずに自動でログインにチェックを入れ、次へをクリックします。表示されている内容を確認してインストールをクリックします。インストールを開始するとディスクの内容が変更されますという確認です。このまま今すぐインストールをクリックします。インストールが始まりました。 Ubuntu の説明画像が表示されていきますが、数が多いので一部だけ表示しておきます。インストールが完了しました。今すぐ再起動にチェックが入っているので、実行をクリックします。ブートオプションの画面です。ここで起動する OS を選択できるようです。今はこのまま Ubuntu を起動します。 Ubuntu が起動しました。色鮮やかな背景画像ですね。インストールが終わり起動したので、4ブートを試してみます。再起動します。ブートオプションの画面です。まず Windows 11を起動してみます。 Windows ブートマネージャーというのがそうですね。起動します。 Windows 11が起動しました。次はLinux Mint を起動してみます。ブートメニューを下にスクロールします。 Linux Mint 22がありました。起動します。 Linux Mint 22が起動しました。次は Ubuntu を起動してみます。ブートメニューを下にスクロールしていきます。もう少し下ですね。ありました。 Ubuntu 24.10 起動してみます。 Ubuntu 24.10 が起動しました。最後に Ubuntu 24.10 を起動して
日本語入力の設定をしておきます。ルブンツ 24.10 は一番上にあるので、そのまま起動します。起動しました。ここからは日本語入力の設定をしていきます。スタートメニューからシステムツールと進み、旧ターミナルをクリックして開きます。最初にアップデートをしておきます。 sudo apt-get アップデートと入力してエンターキーを押します。パスワードを入力してエンターキーを押します。次に sudo apt-get install fcitx5 もずくと入力してエンターキーを押します。これは Y を入力してエンターキーを押します。インストールをするファイルが多いですね。終わりました。ターミナルを閉じます。はいをクリックします。ここで一度ログアウトしてログインし直します。これははいをクリックします。パスワードを入力します。ログインしました。日本語入力を試してみます。メニューからアクセサリーと進み、 VIM をクリックして開きます。テキストエディターだと思うのですが、よくわからないです。新しいタブを開くをクリックします。ターミナルのような感じですね。まあいいでしょう。あと入力してみます。アルファベットのままですね。コントロールプラススペースキーを押して切り替えます。入力してみます。かなで入力されていますね。日本語入力と入力します。大丈夫ですね。漢字に変換されました。閉じます。はいをクリックします。さて今日は Windows 11、 Linux Mint、 Ubuntu のトリプルブートのパソコンに Lubuntu 24.10 をインストールして 4boot にし、日本語入力の設定もしてみました。どちらもうまくいったようです。使用したコマンドは概要欄に載せておきます。それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。